あの名作ゲームから物語が生まれた。あ、桜。あなたは誰？ピアノを鳴らした。あのピアノ、彼にしか鳴らせないんじゃなかったかしら。私知ってる、ディーモン。触らないで。あなたなんて嫌い。みんなここにいる理由があるんじゃないかな。誰？何か思い出したの？音の木？音の木は大きくなって、ここからお家に帰れるの？もう二度と会えなくなるのよ。桜が散る前に帰ってくる。ここから先は君次第だ。これは劇場版ディーモン桜の音。